大家好啊，欢迎收睇 Gameplay HK， 又系阿俊啦，咁继续玩 SAO 嘅虚空幻界。嗱，我哋而家咧就需要上去艾恩葛朗特上面咧去调查一番，睇下跟住落嚟嘅剧情发展会系点样啦。哇，我哋系咪传送咗上嚟啦？已经，但系好得意喎，啲石头咧系四四方方，有啲又未黐实浮喺半空咁噶。喂，得我哋三个嘅，其他人呢？喂，喂，嚟啊嚟啊！哇，全部都嚟晒啊！死啦，唔通打最后 boss？ 仲有边个呢？斯多利亚、Yuki 同埋 Felia。アインクラッド、また来ちゃったんだね、私たち。呢度又熟悉又陌生啊，系嘛？啊！この情報ばっかりは売るわけにはいかないな。何が起こるかわからないのに、プレイヤーで溢れちゃったら大変だもんね。でもさすがにちょっと緊張しちゃうよ。デスゲームの舞台だった場所だからね。放心啦，嚟到呢度唔会死啊！今もデスゲームには変わりねえさ。この世界の未来がかかってんだからな。おかしなもんだよな。前は世界から脱出するために攻略をしたってのに、今度は世界を守るために攻略するんだからよ。でも SAO をクリアしたからこそ、今回もきっとクリアできるって強く思います。そうね、ここに立っているだけで不思議と力がみなぎるような感覚があるわ。美女啊，斯隆你系咪发烧咋？其实この世界をここで終わりになんかさせません。喂，ビラの叫声唔同咗啊！喂，遠慮なく暴れさせてもらうわよ。みんながいればお茶の子さいさいです。うん、行きましょう。なあ、アインクラッド。哇，我哋喺世界被破坏之前抵达中枢，睇嚟系最后嘅任务啦。咦，喂，我哋系咪一嚟就要打 boss 啊？喂，系喎，佢守住咗。哎，死啦，我未识技能添，可唔可以唔打住啊？喂，好咯，哎，算啦，死啊死啊，打佢先啦，我哋。上啦，避开先，双层释放。跟住，喂，唔好住埋嚟住，哎呀，残忍突击，你哋唔会败系嘛？努力啊，同我练盔，打死佢。Oh no！等等。好啦，收翻埋把剑，我哋又继续啦。哇，行咗超长嘅距离，我终于都嚟到呢度，有感叹号嘅位置啦。睇个款咧，应该系中心地带嚟噶，连音乐都唔同晒。咁头先咧，其实我系打咗好多好多只 boss 啊，不过太长太沉闷嘅关系咧，已经俾我 skip 咗啦吓。Tia， 我会嚟救你啊！清醒啦你！咦喂，我哋要邀请人噶，点算啊？嗱，呢个时候咧，我决定要抄个 save 出嚟先，因为咧我知道，当我哋拣咗人选之后，就会影响到我哋嘅结局嘅。咁我希望咧可以俾晒咁多个结局俾大家睇啦。咁所以咧，我要 keep 一 keep 个 save 先。嗱，咁而家咧，我嘅选项就有三个，有杰伊啦、阿鲁哥啦，同埋普利米亚嘅。
但奇怪啦，点解会系杰伊同埋阿鲁哥嘅？啊，咁唔好理我哋第一次咧就拣咗阿普利比亚先啦。实现你嘅心愿啦，普利米亚，我哋一齐拯救呢个世界。最终 boss 啦 ，Tia， 喂，好似俾人禁锢咗喺度咁嘅，嗰啲荆棘嚟嘅。究竟要点打法呢？咁长诶，有几个识飞下飞下嘅，我估要攻击佢哋嘅。もう一人の女神。意識がないみたい。我觉得佢系俾人禁锢。モジュールが彼女を守るためにこんな姿をさせているのか。じゃあこれを退けることができれば。おそらくモジュールとティアを切り離すことができる。我哋真系可以。みんな準備はいいか。当然だけど、この戦いに関する攻略情報なんてない。でも、俺たちはいつも一緒になって、大きな壁を乗り越えここまでやってきたんだ。信じようぜ。好啦，开始啦。さあ、行くぞ。上啦。喂喂喂喂喂喂，一嚟就系咁炸嘅喂，奸麻喎喂。打烂佢先，好搞掂一炒。喂喂喂喂喂，你唔好乱斩好喎，仲有仲有仲有。OK， 拉屎一粒啦。哎，哇，你识自爆嘅衰人。搞掂。哇，但系佢好似会不停咁再生嘅喎，系咪咧？定隐形咗咧？大家觉得？斩晒呢啲先。呢啲咁嘅浮游炮状嘅物体打完之后应该，喂唔得喎，咁嘅话试下打主体啦。哇，你弹开嗰啲衰人啦，佢应该差唔多死啊，得翻唔好多血咋。残忍突击，喂，搞掂。咁系咪已经完成噶啦？定系仲有最终 boss 出现啦？天啊！变咗支矛啊！喂，唔系一支，好多支啊！喂，喂，犯规喎！你有防油炮嘅。まもなくここは地上に落ち、世界は崩壊する。你醒下啦，唔好咁啦。ようやくすべてを消すことができる。そんなことはさせない。なぜあなたたちは私の邪魔をするの？你諗下我哋嘅拉面之恩啦，好唔好啊？この世界人々に何の意味があるというの？意味はある。確かに間違ったことを行う人間も中にはいる。けど世界の広がりや人とのつながりがこれからの自分を作り上げていくんだ。何もなくなってしまえば自分すら失ってしまう。私はこの世界を見て、そして不要だと判断した。この世界なんていらない。人なんて存在しなくていい。すべてなくなってしまえばいいんだ。嫌いだ。嫌いだ嫌いだ。你俾我咁嘅衰人洗晒脑啊！佢嗰个歪理嚟噶。拒絶しかないこの世界の醜さすべてを消し去ってやるんだ。Oh no！
死啦，我一嚿唔翻噶。喂，走啊！黐线嘅一嚟就打。喂，佢好似有啲好劲嘅嘢插埋嚟咁。喂，走先，俾佢吉咗大镬啦。哇，咩嚟啊？呢两只咁样吉落嚟会唔会死人噶？喂，斩死你 ！OK， 仲有两只，终极回旋斩。喂，啱啱系咪有啲嘢食？诶，登过嚟，连盔。哇，回一回血先，你哋继续。好，等我嚟。点啊，得唔得？耶！哇，但系佢有好多血咯，喂。我谂我要睇住个地下咧，有冇红光有我嘅话，我就要避开先得。如果唔系，等阵，佢企翻起身，走翻去先。哇！我觉得我要食药啊！你哋顶住先。好啦 ，Switch。你唔得，唔紧要，等我嚟。哇喂，连续中几嘢嘅喂。过嚟，红叶落雨斩，杀埋佢，搞掂。哇，超难打，一定要咧睇准佢嗰几粒浮游炮。打烂咗，等佢露出弱点嘅时候，先可以过嚟攻击。哇，打咗我劲耐啊！Tia， 你放弃啦。よかった。Tia とモジュールを切り離すことに成功したんだ。つまりそれって。これでアインクラッドが地上に落ちることもなくなった。我哋成功啦，救翻呢个世界啦。この世界は崩壊しなくて済む。終わった。私たち守りきれたんだね。この世界を私たちが守った。はい、我哋成功啦。やったね、シリカ、ピナ。よかった。やたらとハードなクエストだったな。なんせ世界を守るクエストだもんね。呢个系 Mission Impossible， 根本就冇可能完成得到嘅。でもこの世界が維持されるんだから悪くない報酬だ。世界を守るだなんてゲームの話みたいね。咁而家真系喺只 game 入面啊嘛。まあゲームなんですけど。系咯。それでも本気で守りたいものだったし、守りきることができた。そうね。私たちのもう一つの現実を。しんどかったぜ。おい、誰か手貸してくれ。メッシハロヤンに脚言うな。たく、ほらよ。すまねえ、ギル。もう年なんじゃないのか。おいおい、俺様はまだ若いっての。冗談だ。お前さんが走り回って戦っていたのはみんな知っているぜ。世界の崩壊は起きない。世界は不会毁灭か。ああ、俺たちが止めた。そう、私は負けた。弱い者は淘汰される。だから。你想点啊？唔好啊，唔好自杀啦。ちょっと自分で命を絶つつもり。哇，支剑咁长，应该吉唔到自己嘅。おい、何考えてんだ。ダメ。啊，放低啦，太好啦。命を絶つのは間違っています。唔系咯，我哋唔可以伤害自己噶。プレミア。なぜ止めるの。弱い者が存在する理由などないのに。存在する理由はあります。この世界で生きる限り、誰にでも。
存在する理由がある。私はこの世界を生きて、命の尊さや人とのつながり、世界の広がりを知りました。そして人は誰でも可能性を持っていることを知りました。有可能性、我哋唔系玩紧跟抌啊，唔该。明日にはまた知らない発見をして、今とは違う自分がいるはずです。明日にはまた新しい仲間が横にいるかもしれません。そんなことをここにいる人たちに私は教えてもらいました。だけど明日は今よりももっと辛いかもしれない。それは明日にならなければわからない。辛いことだけじゃない。嬉しいことや楽しいことに巡り合う可能性はたくさんあるのだから。可能性点啊？记得未啊？我哋带过你出去噶。あなたの言葉を信じるわけではない。我哋系俾阿同人感动咗嘅。まだ今の私には理解できない。ただあの人も私もあなたたちの世界にいたら違う答えになっていたのかもしれない。呢啲系咪心声嚟噶？你个口冇喐过嘅喂。喂，咁你去边啊？你唔系仲想毁灭呢个世界系嘛？啊，どこかに行っちゃいますよ。よほど響いたんじゃない？プレミアの言葉が。そうですね。プレミアちゃんの思いがきっとあの子にも届いたんだと思います。この世界にはたくさんの可能性がある。なんて言って、誰に似たのかしらね、この子は。唉，咪就系学咗同人咯。きっとみんなだよ。この世界への思いはみんな一つだったんだから。そうかも。キリト。点啊？我哋翻去啦。プレミアじゃなければ彼女は救えなかった。ありがとう。この先ティアと一緒に笑い合ったり楽しんだり共に過ごせる時は来るでしょうか。放心啦，定会啊。もちろんだ。可能性はたくさんあるんだからな。そうですね。これにて一件落着か。じゃ町に戻ろうぜ。そんでもって祝勝会だ。変更いいな、変更いいな。わーい、パーッと盛り上がろう。そういうことなら急いで準備をしちゃわないとね。よかった、プレミアちゃんや他のみんなを守ることができたんだね。ああ。私は皆さんと一緒にやりたいことがまだたくさんあります。うん。一緒にいろんなことをしようね。それは私たちの願いでもあるから。プレミア、これからも一緒に冒険を続けよう。約束しただろ。君の望みに協力するって。はい。これからも私を連れて行ってください。さあ行こう、プレミアちゃん。はい。好啦，我哋翻去安宴会啦。君の活躍は見させてもらったよ。唔系又系你啊嘛？你唔系俾人拉咗嚟咩？希兹克利夫。ヒースクリフ。生きていたのか。点解你会喺度嘅？存在することを生きていると表現するならば、そういうことになる。今の私は、ネットワークへと分散した、茅場明彦という意識の栄光、残像だ。喂、咁究竟你嗰啲咁嘅残留意識呢、会唔会之后合体变返你出嚟呢？そのややこしい言い回しも相変わらずだな。すまない。それよりも、相変わらずなのは君も同じではないかな。理不尽なクエストであっても立ち向かう姿は、さながら SAO の時を感じさせるものがあった。まったく。見ていたなら助けに来いよ。食花生啊嘛，你咁都唔明。こうして、一つの意識として覚醒したのが今し方だったのでね。私を覚醒させたのは、このオリジンのカーディナルシステムだ。いや、
SAO のバックアップであるのならば、カーディナルコピーとでも言おうか。カーディナルコピー？崩壊シミュレーションモジュールによるアインクラッド創生の一部として私は呼び出された。はあ、竟然会这样？有点不合常理哦，是吧？ネットワークを漂う無数の意識のかけらを収束し、覚醒させるためには膨大な計算をする必要がある。喂，那些慢了1%的运算是为了将你收集回来，不是为了制造这个亚因格朗特吗？カーディナルコピーはその計算のためにアミスフィアを使い、分散コンピューティングを行ったのだ。無数のアミスフィアが処理落ちを起こしていたというのは、それが原因だったのか。そうまでして呼び出されるなんて、随分とカーディナルコピーに好かれているじゃないか。それは違う。カーディナルコピーにとっては私もただの駒に過ぎない。全てはデスゲームの舞台の再現のため。デスゲームの舞台の再現？即是说要将你摆在最后那层被人打？そうだ、俺が受け取ったメッセージは I'm back to アインクラッド。あのメッセージはお前が送ってきたんじゃないのか？ほう、そんなメッセージが送られていたとは。しかし送り主は私ではない。じゃあ、おそらくカーディナルコピーはアインクラッド再構築のために最適なプレイヤーを選び出したのだろう。でも恐怖を言うの？正体不明のメッセージを送ることで異質なクエストへの挑戦を促したと、そう考えられる。もしくはアインクラッドを再び創生するというカーディナルコピーの意思表示だったのかもしれないな。面白い考えだ。カーディナルコピーに意思があるのだとすれば、君を選んだことにも意味があるのかもしれないな。因为我哋最后打败咗你，令到艾恩格朗特消失噶嘛。よほど嫌われているってことか。それとも過去そうだったように、今回もアインクラッドには君が必要だと判断したか。どうだろうな。ところでモジュールはどうなったんだ？テアとのつながりは切り離したけど、存在自体はまだ残っているはず。心配には及ばない。モジュールのプロセスは完全に停止させた。わあ、咁犀利嘅，原来系你整停佢噶。あんたがやってくれたのか？いかにも。そうか。だとしたら礼を言うよ。勘違いをしてもらっては困る。君らのためにやったわけではない。私もあのままモジュールを放っておくわけにはいかなかったのでね。カーディナルコピーはデスゲームの再現として私の意識を覚醒させた。つまりは百層のボスとしての召喚。それは私の本意ではないのだよ。喂，断估我唔使再同你打一镬噶，系嘛？そういうことか。さあ、そろそろ私はここを去ろう。喂，你去边先？最後に君へ渡したいものがある。唔通系最后嘅最强武器？渡したいもの？エスカリバー。系統权限啊！これは世界の主旨、まだ見ぬ無数の世界への可能性だ。世界への可能性。芽吹けばどういうものかわかるはず。その後どう扱うかは君に託すことにする。もちろんすぐに消してしまっても構わない。しかし、もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。ではさらばだ。会うことがあればまた。咁就走啊。ヒースクリフ、あんたは俺にこれを託して何を見せようとしているんだ。この世界の意味、可能性。崩壊シミュレーションモジュールによるアイングラウンドの危機から数日、オリジンは何事もなかったように、今日も多くのプレイヤーで賑わっている。佢以为只 game 有更新啫。中途半端に再構築されたアインクラッドは、今もそのままの姿を保っている。運営は未だにこのことについての発表をしていないが、クローズドベータのせいもあってか、大きな騒ぎにはなっていない。もしかすると、ゲームを停止させることの方が、
問題として大きくなるとの判断なのかもしれない。ジェネシスの行ったアミスフィアの改造は、皮肉にもセキュリティホール改善へ大きく貢献した。それによりデジタルドラッグも使用できなくなり、トランスプレイヤーが現れることもなくなった。アミスフィアの処理落ちに関してもモジュールが消去されたことにより問題は解決。晴れてセブンも自由の身かと思われたが、すぐに別の研究が入ってきてしまい、未だに一緒に遊ぶことができていない。哎呀，又唔可以一齐玩啦！究竟佢又有啲乜嘢研究啊？今度こそ早く片付けてみんなと遊ぶんだと、今日も研究に全力を注いでいる。ヒースクリフ、カヤバはあれから一度も俺の前には現れていない。咁究竟佢去咗边呢？我哋会唔会又再见呢？カヤバが俺に渡した世界の種子、ザシード。咁有睇 SAO 故事嘅各位应该都会知噶啦。咁多得 The Seed 咧，就可以令到各个唔同嘅 VR game 啊，佢嘅资料可以共通嘅。それは VR 環境に必要なシステムを可能な限りコンパクト化した VRMMO 開発支援パッケージだった。この支援パッケージがあれば、VR ゲーム制作において問題とされているコスト面をクリアできる。つまり VR ゲームはこれから数多くリリースされ、かつてない広がりを見せる可能性がある。そうすればこれから仮想現実の世界は。あ、またぼーっとしてる。え、我哋而家喺边啊？我想问。ああ、ごめん。みんなで記念撮影なんですから、ぼーっとしてちゃダメですよ。そうだな。よし、バッチリ決めよう。はいはい、みんなあの記録結晶に注目。笑って笑って。はい、チーズ。よし、記念写真のご協力感謝。そんじゃ飯の続きにしようぜ。めじゅめじゅ、嗰張相咧，喂，我未睇到啊，喂。ねえ、写真撮るとき何を考えてたの？我哋谂紧 VR 咯。いや、大したことじゃないんだ。ちょっとこの先のことについてさ。先のこと？なるほどなるほど、この後の作戦を練っているというわけね。有咩作戦啊？索敵大会のことですよね。洞窟内に隠れているストレアさんを探すっていう。でもストレアって隠れるのが得意なのよね。誰も見つけられなくてストレアの勝利になりそう。いや、最悪俺たちがダメでもアルゴのスキルがあればいけるんじゃないか。系乜嘢技能咁犀利啊？可以攞嚟揾人？俺っちのスキルは隠れんぼするためにあるわけじゃないぞ。でも期待をされたからにはいいとこ見せないとな。俺もアルゴに遅れを取らないようにしないと。ふふん、みんなやる気満々だね。それなら私も本気出さなきゃ。前にも似たような遊びをした時、天井にぶら下がっていたのはびっくりしたよ。点会掉喺个天花板上面噶？でしょ？今度はどこに隠れてびっくりさせようかな。言っておくけど、驚かすのが目的じゃないからな。私も勝負に備えてアスナさんのお弁当で力をつけておかなくちゃ。珍しく大食いの誰かさんの手が止まっているから、たくさん食べるなら今がチャンスよ。講緊我哋呀。おっと、そうはいかないぞ。その肉団子は俺がマークしていたんだ。你做咗啲咩？奶咗一下。あ、ちょっと、私も食べたいんだから少しは遠慮しなさいよね。お弁当が足りなくても大丈夫。野営で鍛えた自給自足スキルで食材を現地調達するから。そんなスキルいつ実装されたんだよ。我觉得咧好危险啊，因为阿菲利亚揾翻嚟啲食物咧，同阿同人揾翻嚟嗰啲系差唔多啊，系冇人敢食噶。やっぱりこうしてみんなとピクニックするのって楽しいね。広々とした草原でご飯食べてゴローンって寝っ転がって言うことないよ。喂，但系美住，阿普利米亚去咗边啊？これなら毎日やってもいいよな。そういや。言っておくことがあるんだけどよ。ん、どうした？ザ・シードの件、
来週あたりにネットで拡散してみようと思ってんだ。ってことは安全の確認が取れたってことか。コネクション使いまくっていろいろ調べてみたけど問題はなさそうだ。あれが広まりゃすげえことになるぜ。其实都冇嘢嘅，最多都系开发成本低咗，就好似而家手机游戏咁样啦。咁乜嘢类型嘅游戏都会出现嘅，咁当然又好又唔好啦，系咪 ？VR ゲームが次々と世に出てくる可能性があるよな。ただでさえ VR ゲームといえば批判続きな上に開発が困難で先がなかった分野だからな。これで状況はガラッと変わると思うぜ。ほらそこ。いつまで二人で喋ってんだ。だいたいみんな食い終わったからそろそろ索敵大会を始めようぜ。の、いよいよやるか。ここから少し歩いたところに洞窟があります。そこが索敵大会の会場です。ユイは俺と一緒に行動だよな。よし、優勝を狙いに行こう。はい、任せてください。ストレアの行動パターンはすでに解析済みです。喂，咁唔得喎，犯晒规噶喎。それじゃみんな移動するから準備をしてくれ。みんな楽しそう。それにしても今日の気象設定は最高だね。おかげでこうしてピクニックもできたしな。いろいろあってずっと延期しちゃってたもんね。よかった、こうしてみんなが一緒にいることができて。みんながそう望んだからだよ。俺もアスナもプレミアも。はい、終于讲プレミアだ。うん、さてと、それじゃあ行こうか。喂，咁佢嗰边一直都冇出过声噶。あ、プレミア、いつまで寝ているんだ。早く起きないと置いていかれるぞ。唔怪得唔出声啦，原来瞓咗觉。但系佢冇翻食嘢咩？起きました。弁当を食べたら眠くなったか？いいえ、寝っ転がってピクニックの醍醐味を味わっていました。青い空、広がる景色、綺麗で最高です。よかった、気に入ってくれたみたいで。どうしましたか？いや。プレミアとこうして一緒にいられてよかったと思ったんだ。咁啊ティアね。でも時々考えることがある。プレミアやティア、この世界の人たちにとって俺たちという存在はどういうものなんだろう。俺たちがいることでこの世界に一体どんな影響を出してしまったんだろうって。難しい質問です。うまく答えが出せませんけれど、もしここにいなければ、私たちが出会うことはなかったわけですから。つまり、あなたに出会えてよかった。你死呀死呀同人啦。后宫多一个啦，仲要系咁萝莉嘅添，点算啦？そうだな。ここに来たから、俺はプレミアに出会えた。そのことは間違いなくよかったと言える。あの、キリト。なんだ？本妻はアスナ、妹はリーファ、娘はユイと把握しています。咁你想做啲乜啦プレミア。え、本妻でしたら私は愛人にしてもらってもいいですか？哎呀救命啊，竟然喺プレミア口中讲出嚟，咁死啦，后面嗰班人点算呢？我哋仲有好多后宫成员啊。誰からそんな知識を仕入れたんだ？究竟誰が教你嘅啫？それは秘密です。好啦，你講啦。あまり変な影響は受けないようにな。まったく。キリト、行きましょう。ああ、行こう。せら、表白埋添。人と AI、現実と仮想。你睇下同人最开心，你睇下佢块面红红地噶，俾两个靓女揽住，一个就阿斯娜啦，阿正宫啦，同埋我哋个女吓。哎呀，好幸福啊！似て異なるものが混在し合う仮想現実の世界。
そこで俺は仲間と出会い、日々を積み重ね、共に生きてきた。もしかしたらそれが、茅場が去り際に残した、この世界の意味という言葉に結びつくのかもしれない。仮想現実という、俺たちにとって、もう一つの現実。広がり続ける仮想現実の可能性を、俺は仲間たちと共に、これからも見届けていく。やあ、プレミア、ここにいたのか。以为我想问现在隔了多久啊，突然间这样的。青空が最も綺麗に見える場所を探していたら、ここにたどり着きました。ピクニックはやはり最高ですね。ああ、風も気持ちいいし、今日は本当にピクニック日和だな。初めてピクニックをした時よりも、今の方が、あらゆるものの色が鮮やかに見える気がします。そっか。それはプレミアが充実した時間を送れているからだろうな。え、唔通我哋又出嚟野餐？充実ですか。確かに充実しています。それは、あなたのおかげです。俺？社会科見学で教えてくれた楽しいことや、大事な人を守ること。そして、生きるということも、全部あなたが教えてくれた。プレミア。あなたは、私の世界に、色を与えてくれました。これからも、色づいた世界を、みんなと共に歩いていきたい。つまり、それが私の願いです。连阿 Yui 同埋斯多雷亚咧都可以跟住我哋喺其他 game 周围走咧，其实你都可以啊，冇问题嘅。抄咗啲 data 出嚟之后咧，就去边都得噶啦。啊，一緒に歩いていこう。そういえば、まだあなたから返答をもらっていないことがあります。哎呀死啊！你讲小三嗰件事啊喂。ん？なんだっけ？ではもう一度聞きます。私を愛人にしてくれますか？だからそれはちゃんと答えてください。嗱，大家觉得点先？同人佢要谂啊，佢唔系拒绝啦，咁即系话同人有呢个意思啦，系咪先？即刻要同阿斯娜讲啦。咦？喂，死啦，有得拣，点算啊？你系咪认真噶？愛人になりたいって冗談じゃなくて？冗談ではありません。私はあなたに愛してもらいたい。ちょっとプレミアさん愛人とはたくさんの愛を注がれるものだと聞いています。唔係其實呢個世界仲有一樣好特別嘅存在，呢樣嘢叫契妹又或者女神都 OK 嘅，係咪？私は今まで多くの愛をあなたやみんなから受けてきました。そしてこれからも、そうありたいと考えています。つまり、私は愛人になりたい。死啦！呢啲嘢其实边个灌输俾你噶？え？なんだ、そういうことか。そういうこととは？いや、なんでもないんだ。プレミア。俺だって君といろんなことを共有していきたいと思ってる。綺麗な場所に行ってみんなと遊んでさ。はい、みんなと過ごすのは楽しいです。おっと、美味しいものを食べるのも忘れちゃいけないよな。食事は最高の愛を感じます。プレミアは食べ物に目がないもんな。跟你学嘅咋。今までのようにこれからも私に愛をくれますか？你唔好食咁多，食咁多会肥啊！虽然我唔知道咧 ，NPC 呢个虚拟世界入边食虚拟嘅食物咧，究竟会唔会肥咯？如果会就大镬啦。もちろんだよ。では、みんなのところへ戻りましょう。もしかしたら私たちを探しているかもしれません。そうだな。行こうか。はい。そして戻ったら愛人にしてもらえたとみんなに報告します。
讲咗出嚟就大镬啦，死啦！呢次顶坛冠都唔掂啊！その呼び方は変えた方がいいというか。伝えてはいけないのであれば、二人だけの秘密にしておきましょう。哎呀，仲大镬！それはそれで何か方向性が違う気がするぞ。キリト。ん？これからも、ずっと一緒にいましょう。ああ、約束だ。え、喂、咁就完㗎啦、喂。個結局竟然冇獅子囉。咁即係點先？喂，呢樣嘢我要投訴，係好唔合理嘅。上集我哋玩虚空断章嘅时候，我哋揀唔同女角嘅结局呢，係有唔同嘅 CG， 唔同嘅故事嘅。喂，咁而家算点先？咁样讲几句嘢下，做一做小三咁就完咗。吓，咁点？咁点？大家话点啊？喂，我唔满意囉，真係。嗱，下次呢我玩埋阿 Yui 同埋阿 Logo 嘅结局出嚟，大家睇下究竟系啲点嘅嘢，会唔会又系冇 CG？ 如果系咁嘅话，我觉得好冇诚意啊，真係。好嬲啊！好啦，咁我哋今集咧嚟到呢度，下集仲有唔同嘅结局，仲有呢隻 game 虚空幻界有好多嘅 side story 可以俾我哋睇落去嘅，咁我哋咧就继续玩落去啦。咁之后咧仲有一个大型 DLC 添嘅，咁到时咧我应该都会玩埋落去嘅。咁好啦，嚟到呢度，多谢各位收睇，拜拜。